散財は人生や、どうも直島です。今回はこれ、なんとポッピンアラジン2を買ったからこれを紹介していくで。で、直島は前ポッピンアラジン持っててんけど手放してて、まあそっからしばらく経ってアンカーのシーリングライトプロジェクターに買い替えてんけど、ちょっとねこっちも試してみたいなっていうことでね、それとの比較もやっていきたいと思うで。まずはとりあえず箱を開封していくわ。さあ、新しいポッピンアラジン。あー、出た出た、こういう感じのやつね。はい、で取り出すとこんな感じやね。まあ箱に箱が入ってる感じ。おお、そしてまた箱なんだ見えないね。まあこんな感じの箱がまた入ってるね。ここにシーリングライトの蓋の部分が入ってて、まあ、こんな感じでシーリングライトが入ってるね。毎月シーリングプロジェクター買ってんだけどポッピンアラジンって書いてるね。まあ、見た目はほんまにアンカーと変わらんね。まあ、こんな感じでね、ポッピンアラジンの方も360度ねスピーカーがついてる感じやね。まあ、なんかすんごい見覚えのある形のリモコンと、まあ、電池もね一緒に同梱されてるっていう感じやね。まずポッピンアラジンのいいところやねんけど、リモコンが白い、まあ、これほんまに大事やなって思った。アンカーのやつはリモコンが真っ暗やねんけど、暗闇で使ってるとちょっと見えづらいんよね。やからこの白っていうのは結構意外とねありがたかったりする。まあ他に入ってるものとしては引っ掛けシーリングが入ってるっていう感じやね。まあ簡素です。あともう一個ね、ポッピンアラジンで買ってるもんがあるから、ちょっとこれも開封していこうかな。これは初めてやね。よし、はい、出てきたよ。これやね、まあ、これは別売りのワイヤレスで HDMI がつなげる機械やね。これちょっと気になってたよね。ゲームとかしたらどうなんやろうとか。まあ、HDMI でつなげたらパソコンもプロジェクターで映せるし、まあね、便利やなっていうので買ってみました。オープン。うわ、ちっちゃ。なんかこの箱のサイズ感やからもうちょっとでかいんかなって思った。めっちゃちっちゃいわ、これ。こんなんや。こんな手のひらサイズのやつでワイヤレスでプロジェクターとつなげるみたい。で、端子の方は USB Type-C と HDMI がついてんねんけど、まあこの端子は多分電源かな。で、まあ1本だけ HDMI でつなげるっていう感じやね。このマークの部分はボタンになってるみたい。起動ボタンとか、まあ、電源のオンオフボタンかな。ほんならね、これをちょっと寝室につけていきたいと思う。はい、っていうことでね、シーリングライトを設置したわ。シーリングライトの機能についてはアンカーと全く違うくって、この電気ボタンを押すとつけたり消したりできるっていう感じやね。電気は、まあ、暖色、寒色、常夜灯になるっていう感じやね。ちなみにここで色調をね保存することができるみたい。まあ、ここで明るさとか色合いを自分で細かく設定することができるみたいで、まあ、最大4つまでの色調を保存できるって書いてるから、モード1がよく使う電気で、この234は、まあ、たまに使うやつっていう感じやろうね。電気に関してはもう前から思ってたけど、ポッピンアラジンの方が使いやすいなって個人的には思ったね。次は起動速度を測っていきたいと思う。さあ、どんぐらいでしょうか。早っ。え、早くね、バリ早いなで、映すとこんな感じやねんけど、めちゃめちゃ綺麗やね。カメラ越しやと分かりづらいかもしれへんけど、まあ体感やとアンカーのネビュラノバと比べた時に、いや、ポッピンアラジンの方が断然綺麗やなっていう感じやね。映像を試しに比べてみるとこんな感じ。アラジンの方が輪郭がくっきりしてて、黒と白の発色がブリブリにええ印象。対してネビュラノバはフォーカスにしっかり合わせてても若干ふんわりしてて、全体的に白みがかった色味やわ。明るい場所で映してみると、アラジンの方は若干暗くて見にくいのに対して、ネビュラノバの方が発色がよく見やすい印象。
明るいシーンはアンカーの方が得意みたいやね。じゃあね、早速いつもの起動速度も測っていくわ。まず YouTube からポチッとな。いや早っ、激早なんだけど。動きの感じもかなりテキパキ動く感じがあるね。じゃあ次プライムビデオポチッとな。うん、これはまあ同じぐらいなんかな、わからへんけど。で次ネットフリックス、ポッピーアラジンはね、ネットフリックスこのアプリから直で行くことができるよね。それがマジで好き。じゃあね、ネットフリックス起動してみるわ。ポチッとな。早いね、早いわ。でネットフリックスに関してはちょっとキモいっていうか、なんかこういうカーソル見えるかな、こういうカーソルみたいなものが現れてスクロールが超やりにくい。なんか下がったり下がらんかったりするから、まあ、もうめっちゃ下げたい時とりあえずこう勢いつけてやらないといけないのがちょっとめんどくさいかな。再生停止する時もこのカーソルで合わせて、まあ、どうのこうのせなあかんっていう感じやね。まあ、そこはちょっとめんどくさいのかなっていう感じで。ちなみにこのポッピンアラジンからディズニープラスも見れるようになったっぽいね。アプリをダウンロードするときはこのポッピンアラジンの専用のストアみたいなのがあって、まあ、こっからダウンロードするみたいよね。ディズニープラスいいね。もうネットフリーもディズニープラスもあんのめっちゃいいわ。じゃあダウンロード早っ。はい、ディズニープラスもダウンロードできた。まあ、こういう感じで、まあ、専用のアプリからいろいろダウンロードできるようになってる感じだね。ポッピンアラジンの方は結構遊び心があって、まあ、ヘルスケアとか、まあ、これ定番の壁掛け時計とか、キッズ用にアプリとかもあって、こういうのなんかお得感あるよね。次は、アラジンコネクタを使ってゲームで遊んでみるで。はい、っていうことで、やってんねんけど、うわ、なんやろな。わかる？もうこの時点でスマブラはいかんなっていう感じかな。画面がかくついてるからちょっとやりづらいなっていうのはあるかも。見てる感じでもわかりそうやねんけど、これやとさすがに買うのはおすすめはせえへんかも。激しめのゲームで使うのはあんま良くないね。はい、っていうことで一通り試してみてんけど、こっからはまとめの感想に入っていくわ。まずアンカーのシーリングプロジェクターと比べての感想やねんけど、まあシーリングライトの操作感、起動速度、画面の綺麗さともにポッピンアラジン2プロに軍配が上がったな。ただしポッピンアラジンやねんけど、ネットフリックスの動画を再生するとめちゃめちゃ画質が汚くなんねんな。まあというのも直しま、ネットフリックスは毎月990円のベーシックプランに入ってんねんけど、多分それが影響してんのかもしれへんねんけど、アンカーで再生した時は、まあ他のコンテンツと比べても大差ない感じに見えたよね。そこがフラットに見えるっていうのはアンカーのいいところかもしれへんね。ほんでポッピンアラジン全体的にめちゃめちゃ良かってんけど、一点だけ残念な部分があって、今回別売りのアラジンコネクターっていうのを購入してみてんけど、とにかくこれが使いづらい。ワイは今メッシュ Wi-Fi 使ってんねんけど、メッシュ Wi-Fi を使ってる場合は 5GHz の回線につなぐ必要があって、 2.4GHz と 5GHz の回線を使ってるとつながらへんような仕組みになってんねんね。で Y の場合はスマートフォームデバイスのスイッチボットで 2.4GHz の回線を使ってて、やから 2.4GHz を切ってしまうとスイッチボットが使えなくなっちゃうんよね。まあそこがほんまに論外やなって思った。あとはアラジンコネクタ本体を毎度毎度再起動しないとちゃんと繋がってくれへんから、それもめんどくさいな。ほんでゲーム面では今回動物の森で試してみてんけど、かなりもっさりしてるなって感じだね。まあ、公式ではゲームでも使えるって言ってるけど、これはゲームでは使われへんなっていうレベルではあるなって思ったね。まあ、できるっちゃできんねんけど、まあ、かなりできるゲームが限られてくるなって思ったね。で例えばワイが持ってるゲームやとポケモンと動物の森やったらまあできるかなっていう感じやねんけど、スマブラとスプラはまあ完全にできへんね。やからちょっとでも早い動きが出るゲームやと使われへんのよね。プロジェクターでゲームも視野に入れてるならポッピンアラジンはまあ論外やなっていう感じやね。なんなら不便すぎて正直返品したいぐらいやねんけどな。
まあ本体がブリブリに良かっただけ、ほんま残念やね。ということで今回はポッピンアラジン2プロの紹介でした。今回の動画がいいと思ったらコメントよろしくな。ほな、散財は人生やで。